サンダーバード6号は1968年に制作されたイギリスの人形劇特撮映画。テレビシリーズサンダーバードの劇場映画化作品第2作。上映時間89分。テレビシリーズは大成功したにもかかわらず映画版サンダーバードの興行成績は期待外れに終わった。しかし、ユナイテッドアーティスツはその理由がわからず、第2作を制作する決定を下した。シリーズのプロデューサーであるジェリー・アンダーソンは、テレビ版の監督の一人であるデスモンド・サンダースが、イギリスが最新鋭を謳って建造し墜落した飛行船 R101 を描いたパニック映画の制作を提案していたことからインスピレーションを得て、妻のシルビアと共に脚本を執筆した。映画版第1作のデビッド・レイン監督と特撮のデレク・メディングスが再起用され、1967年5月より撮影が開始されることになった。スタッフは従来のどのサンダーバードシリーズとも異なった作品を作ろうという意気込みで制作に臨んだ。冒頭の会議のシーンでは、大口で笑う人形たちが特別に用意され、その歯は歯学科の医学生が褒めたほどの出来栄えだった。また、タイガーモスのアクロバット飛行シーンでは、実物を使用した実写が行われることになり、映画、素晴らしき飛行機野郎などの飛行シーンにも参加した、女性パイロットのジョアン・ヒューズが操縦を担当した。撮影場所は建設中の高速道路で、タイガーモスが橋の下をくぐるもので、撮影許可は下りたものの、着地して、車輪をつけたままでなければくぐってはならないという条件付きだった。当日は、運輸省の役人も立ち会ったが、突然の突風によりジョアンは飛行したまま橋をくぐることを余儀なくされ、これが2度繰り返された。結果的に当初の脚本通りの飛行となったものの、役人は激怒し、ジョアンとスタッフの一人は逮捕。起訴されてしまったが、判決は無罪となった。しかし、この一件により撮影許可は取り消されてしまい、残りの撮影はラジコン模型を使って行われ、実写部分と編集された。完成した第2作は、ベーカー街にあるジャシーランドシネマという映画館で地味に公開された。レスタースクエアのオデオンシネマズでも上映されたものの、第1作同様、興行成績は振るわず、シリーズは終了となった。なお、2004年に制作された実写版映画サンダーバードにはジェリー・アンダーソンは参加していない。日本でのロードショー公開においては夏休みの子供を対象として大怪獣メギラ、意地悪、豹デパートの巻、意地悪、豹ペンキ屋の巻と同時上映された。国際救助隊の頭脳、ブレーンズが新たに開発した反重力推進の民間大型遊覧飛行船スカイシップ1号。その処女公開となる世界一周飛行には、アラン以下国際救助隊の面々が招待された。が、スカイシップの乗組員になりすまして乗り込んだ謎の組織、ブラックファントムの男たちは、サンダーバードの秘密を探るべく、陰謀を巡らせていた。公開終了間近の土壇場で陰謀が発覚し、やがてスカイシップ内で戦闘となるが、戦闘の流れ玉で反重力装置が破損し、スカイシップは鉄塔に引っかかって座礁してしまう。救助メカが下手に近寄れば、スカイシップはバランスを失って転覆。だがこのままだと反重力装置が機能停止して墜落という状況に、さすがの国際救助隊も救助が困難な状況になってしまった。そうした中、ブレインズが満を持たして投入した新兵器。サンダーバード6号とは、ハピネットから2021年8月4日に発売の吹き替えシネマ 2021HD リマスター版 BD には民放テレビ版、VHS 版、NHK 版の3種類の日本語吹き替えに加えて特典としてオリジナル吹き替え音源によるダイジェスト映像を収録。民放テレビ版はカット部分は言語音声、日本語字幕となる。ファンの手により、劇中と同じ塗装にされた DH-82A タイガーモス CD は過去に2種類発売された。また、以下の商品に純粋な音楽のみの副音声が収録されているが、全曲カバーされていないほか、別テイクが収録されているものもある。ありがとうございます。